はい、こんにちは、古川です。今日はですね、まだちょっとやりたいことあるんでお店の方に向かってます。今ね、ちょっと木材を買い出しに来てて、早速ね、今から店に戻って作っていきたいと思います。それでは始めます。はい、そしたら、やっていこうと思うんですけど、今日作ろうと思っているのがですね、デモテーブルになってます。デモテーブルっていうのは、僕がレッスンするときに、お客さんの前で、サンプル的に、先に棚を作るんですけれども、そのテーブルがね、まだなかったんで、それをちょっと作っていこうと思ってます。で、どんな感じでちょっと作ろうかなと思ってたんですけど、ちょっといただき物がね、これ小学校とかで使ってた、テーブルをいただいたんで、このまま使うとね、ちょっとさすがにちょっと小学校のテーブルなので、ちょっと狭いっていうのもあるんで、この上に天板を乗せていって、ちょっとリメイクしていこうと思ってます。一番初めにここをね、ちょっとスプレーで黒に染めて、上に天板を乗せて、そのまま装着するっていう感じでやっていこうと思います。はい、そしたら作っていきたいと思うんですけれども、使う板がですね、足場板と呼ばれる板になってます。水仕事なんで、やっぱり、ね、丈夫で反りにくいっていうのが大事なんで、足場板っていう丈夫な板を使おうと思ってます。で、僕たまに DIY してるんですけども、本当に、素人で毛が生えたようなものなので、あんまり参考にはならないかもしれないんですけど、そんなのあるんだと思ってもらえたらいいかなと思ってます。で、今これ3枚の足場板を並べて、なんとなく天板みたいな感じにしてるんですけど、結合させないといけません。で、結合のさせ方なんですけど、いろいろあって、金属の金具でこうくっつけたりすることもできるし、こういうふうにここで止めてしまったら、何か所かできると思うんですけど、今回は、ここの縁のところ、ここに、こういう板を、カチッとはめ込んで、止めていこうと思います。ちょっと意味分からなかったかもしれないので、実際やっていきますね。イメージ的にはこんな感じでここを止めようと思います。で、止め方なんですけど、これ見ての通り、このままだったら釘刺しにくいんで、ここにね、下穴を開けて、そこにビスを打とうと思います。低いんで、高さ調整をしようと思います。はい、そしたら今度は天板を乗せて、ちょっと高さを調整をしようと思います。Get back.
はい、そしたらできたんでね、白を塗っていこうと思います。はい、そしたら完成しました。まだちょっとね、ペンキが乾いてないんで、これ乾かして、軽くペーパーかけたら、もう完全に完成となります。まあ、全部をね、縁から作るのもありなんですけれども、まあ、そんな感じでね、ちょっと古いものがあったら、全部に使うね、まあ、愛着もあるし、ちょっと古い雰囲気もね、残るんで、よかったらね、何かご自宅にあったら、リメイクとかアクションしてもらえたらいいかなと思います。ではね、これからね、レッスンのデモ、やっていきたいと思いますので、お越しいただいた方はぜひご覧ください。それでは。